すいません、定刻となりましたので始めさせていただきたいと思います。皆様、本日は日本の心のタウンミーティング岡山にいらしていただいてありがとうございます。私は、大阪で地区委員をさせていただいております西ひとみといいます。この度はご縁がございまして、岡山のタウンミーティングの方を担当させていただくこととなりました。この、 遠く離れた地から の、 開催でしたので、岡山の皆様には本当にお世話になって、本当に皆様のおかげで今日こんなにたくさんの方に集まっていただくことができました。本当に岡山の皆様には感謝しております。ありがとうございました。私は大阪以外では住んだことがないんですけど、このタウンミーティング準備に何度か岡山来させていただいて、すごく岡山が素敵だなと思って、移住するなら岡山にしようって決めました。その時はどうぞ皆様よろしくお願いいたします。実はですね、今日平沼武雄先生の方からお手紙を頂戴しておりますので、ここで皆様にちょっと読ませていただきたいと思います。本日は中山京子代表のご講演を中心とした日本の心タウンミーティング in 岡山の開催をお喜び申し上げます。日本国憲法施行より70年を迎えた本年5月、安倍総裁は2020年までに自衛隊によって国民の安全と世界平和に貢献することを憲法に明記する強い決意を示されました。日本の心は独自の憲法草案を打ち出され、来るべき憲法改正を実現する国民投票に向けて自主憲法制定改憲を目指す勢力の総力を結晶する時です。私も何としても日本の未来を守るために憲法改正の実現に全力で取り組んでまいる覚悟です。本日のタウンミーティングが有意義な成果を上げられますとともに、中山京子代表をはじめ日本の心のますますのご活躍とご発展を心よりお祈り申し上げます。平成29年6月24日衆議院議員平沼武雄、ありがとうございました。それでは、本日ですね、中山代表はですね、ちょっと飛行機の時間がございまして、3時45分ぐらいにはちょっと皆さん、退席させていただきますので、質疑応答に関しましては中丸先生が答えさせていただきますので、皆様のお手元にですね、プログラムと一緒に質問票が書いて置いてあると思いますので、そちらの方すいませんが中丸先生の質問の方ご記入いただいて、後ほど私回収させていただきたいと思いますので、どんどんそちらの方にご記入していただけたらと思います。あとですね、扉の方のにですね、箱がございまして、拉致被害のポスター置いてございますので、もしご自宅の壁とかに貼っていただけるような方がいらっしゃったら、どうぞどんどんお取りいただいたらと思います。今ちょっと彼が高く上げてくれてますので、どうぞ皆様お持ち帰りください。ちょっとかさばるかとは思いますが、それでは早速ですが中山京子先生、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本当に土曜日の午後、日本の心、日本の心のタウンミーティングを開催するということをお知らせしましたとき、このように多くの皆様ご参加くださいましてありがとうございます。また西さんはじめタウンミーティングを日本の心で開くということ
自体がですね、非常に、エネルギーのかかる今まだそのような状態でございます。こうお声かけしてパッと人が集まるくらいの党になればよろしいんですけれども、まだまだ小さな党でございまして、この党の、こういった会に関心をお持ちくださっているくださったというだけでも、それだけでもご参加くださったこと、本当にありがたいことだと思って、心から感謝の思いがいっぱい詰まっているところでございます。本当にありがとうございます。今日1時間という短い時間でございますので、お話ししたいこといっぱいありますけど、やはり憲法を作りました、憲法を中心にお話ししていきたいと思っております。この岡山、先ほど平沼先生からメッセージいただきまして、ありがたいことだと思いました。古くはですね、私自身四国 の、 高松、香川県高松で、四国財務局長を2年ほど務めたことがございまして、香川高松からこの岡山へは、しょっちゅう伺っていたりしましたし、それから国の、出先の長としては、農水局の中国四国農水局というのが岡山に置かれておりまして、四国全域も岡山から、見ているという、そういう状況がございましたので、農水局によく訪ねてきたりしておりました。でまたその後、平沼先生が立ち上がれ日本の党を設立しましたときに、その直後から私自身、それから主人中山成明と2人ともが、平沼先生の下で一緒に仕事をしてまいりました。そんなこともありまして、平沼先生 の、 お正月から春にかけて開かれる会には毎年伺っておりました。平沼先生の講演会、素晴らしい講演会を作っていらしてですね、日本一の講演会ですねっていうような、そんな思いで毎年参加していろいろ、勉強させていただいた思いがございます。いずれにしても岡山というこの地域、本当に移住したいと転居したいと思うほどに素晴らしい、日本の中でも最も住み心地の良い土地であろうと私も以前から思っておりました。昔からの歴史もありますし、その北と南の山脈に囲まれて、岡山って言っても北もありますけどね、いずれにしてもこの岡山市のあたりというのは日本で最も住みやすい地域と言って間違っていないだろうと思います。お住まいになっている方はあんまりそんな意識がないのかもしれませんけど、外から見ると羨ましい土地柄だなと思うのが素直な気持ちであろうと思っています。今日憲法についてまずお話ししたいと思います。それと今日たくさんの資料を手元に配布しております。その中の一つにですね、ヘンリー・ストークスさんの、最近出た本がございまして、大東亜戦争日本が勝ったという本なんですけれども、この題名ほどそんなに激しい本ではございません。でストークスさんが長年日本に住んで、日本ってどういう国だろうということを思って、書いてくださった本でございます。でその前書きのところだけ
今日はコピー始めにというところだけ、お手元に配布いたしました。いずれもし興味がおありでしたらお読みいただけたらなと思います。今、明治維新から来年で150年でしょうか。そして、ちょうど真ん中くらいに大東亜戦争があって、大東亜戦争が始まるまでに70年近く、そして大東亜戦争が終わってから今年72年になりますかな。そういった状態の中で日本ということを、日本ってどう考えたらいいんだろう、日本って何なんだろう、これは私若い頃からずっと思い続けてきたテーマでございます。で、大東亜戦争ってどんな意味があったんだろう、本当に日本だけがそのどう言ったらいいんでしょう、大きなその罪と言いましょうか、戦後日本に生かされたそういった罪が本当に日本にだけあったんだろうかっていうようなことをずっと考えながらおりまして、もちろん戦争そのものはですね、皆様はどうでしょう、戦争をご存知の方でも何人かはいらしてくださっているように思いますが、私自身は、法規2600年の生まれでございます。法規2600年というのは昭和15年ですので、あの戦争の時、東京に住んでおりまして、そこから強制疎開をしたり、周りにほとんどのどの家族のをとっても親とか兄弟が亡くなった、そういう悲惨な思いをみんながしていたことでございますので、いかに戦争がむごたらしい、ものであるか、もう日本としたら絶対戦争はしてはならないということを嫌というほど思い知らされて、そのつもりでというか、それをなんとか、しっかりと意識を持った上でいろんな政策を立てていかなければということは心の底から思っていることでございますけれども、だからといってあの戦争がただただむごたらしい戦争だった、それで終わってしまうテーマであるとはとても思えませんでした。何らかの意味があったはずですし、日本が戦わないでいたらどういう状態になっていたんだろうというようなことを考えますと、必然であったのかな、あの時戦争にならない形で日本の独立を守っていけたんだろうか、そんなことをずっと考えながらおりました。まあレバタラの話は別でございますので、じゃああの悲惨な戦争をどう考えるかっていうところから、私たち日本の今後の政策というものを、組み立てていく必要がある、そういった時にそうですね、こういうのが出てました。2012年に立ち上がる日本で、残念ながら何ですか、総選挙があったのは、一昨年2015年の12月の衆議院選挙で、この立ち上がれ日本からの流れを組む維新の会から分かれて この間に次世代の党というのが入ります。
その次世代の党として選挙を戦って惨敗いたしました。でその後さらに、平沼先生、園田先生が自民党にお帰りになったもんですから、後に残された党というのが もぬけの殻と言っていいんでしょうか、本当に小さなあの党になりました。ただ私自身はこの立ち上がれ日本から続いている最大のテーマは、日本の国を自主独立の国にすること、そのために自主憲法を作る、これが立ち上がり日本が作られた時からの考え方であると思いまして、小さな党になりましたけれども、これだけは何としてもあのやり遂げなければですね、なぜここで立ち上がれ日本を作ったのか、その意味すらなくなってしまうという思いがありまして、自民党と合体するべきじゃないかという、ね、意見もたくさん、いろんな強い意見がありましたけれども、憲法、自主憲法を自民党に入ったらできない可能性が強いということで、そうではあの自民党のように憲法の項目をどれか改正すればいいということではなくて、日本国として独立した国家としての憲法というものをやはり一つ作らないと、本来の日本というものは取り戻せないだろうという考えがあったもんですから、あの、ちょっと我慢して我慢しながらここまでやってきました。そして、自主憲法の制定ということで、今年の4月27日に、皆様のところにもあのお手元にお配りしてありますが、憲法、こういった日本国憲法を4月27日に発表いたしました。でこれをですね、あの今私と中野先生と2人の党になっております。現職はもんですから、2人で官邸にお伺いして、5月1日に安倍総理はスペインに行っていた時でしたけれども、あの菅官房長官にお目にかかって、ぜひこれを参考にしてくださいというふうにいうことで、何冊でしたか、だいぶたくさんのものを持ち込みましてですね、菅官房長官が総理にも必ず読んでもらうからということで置いてまいりました。これが、5月1日なんですけど、でその後5月3日に総理があの日本に戻っていらして、あの民間の団体が開きました、5月3日の憲法記念 あのパーティーで、パーティーと言っていいんでしょうかね、記念会で大きな画面にですねメッセージを出してくださいました。この時にあの自主憲法ではなくて、あの時憲法を改正せよと、自民党としてもしっかりした憲法を作成せよというメッセージを出しました。少し刺激になったのかなという気はするんですけれども、いずれにしましても私たちはその今の憲法のどこかの第何条を変えればいい、そういうものではないとはっきり意識しておりまして、それはあの今の憲法がどうやって作られたかということをもちろん皆様はよくご承知のこととは思いますけれども、1946年ですね、あの終戦直後、昭和20年に終戦になった、8月に終戦になった、その半年経ったか経たないかくらいの、翌年日本国憲法、明治憲法はもう全てダメだということを GHQ の方から伝えてきて、新しい憲法を作れという指示が出ました。でそういった中で、
日本が考えている憲法、明治憲法を基礎に置いた憲法は、憲法日本が作るとしたら日本の当時の、政治家の方々はどうしてもそう思うわけですけど、それは、全て没に、ごめんなさい、没になって、マッカーサー総司令官から、GHQ 民政局に対して直ちに日本国憲法を作成せよという指令が出て、で民政局の方々が集まってですね、東京の図書館がまだ相当残っていたようでして、そこからたくさん本を持ってきて机の上に並べて、その本を参考にして日本国憲法を作ったというのが今の現行憲法でございます。特に前文はですね、すべていろんな国際的な文書の寄せ集めであると。これはマクネリー教授がですね、メリーランド大学のマクネリー教授がずいぶん昔から指摘していることなんですけれども、日本国憲法全文はアメリカやそれから国際社会の文書から持ってきたパッチワークである、はっきりと言っているんです。ですから国際社会の中で見ると日本国憲法というのはそのいろんなとこからの寄せ集めのものなんだね。それからバイデン、昨年ですかね、副大統領が日本の憲法は自分たちアメリカが作ったんだというようなことをもう平然と大衆の前で喋っているというような状態ですから、アメリカをはじめ、国際社会の中では日本現在の現行の日本国憲法というのはアメリカの人々が作った憲法である、日本の独自の日本の人々が考えた憲法ではないということはもう周知の事実で、これをですね、どう思うか。私自身はこれだけ文化の高い、しかも私は日本というのは素晴らしい国だと思っておりますので、その国の憲法、自分の憲法がアメリカの人が書いた憲法だと言われること自体、または その事実を、中学校か高校で知った時以来ですね、本当に情けない悲しいことだとずっと思い続けてきております。国際社会の中でもその国が持つ憲法がよその国が作ったものをそのまま大事に御所を大事にいただいているっていうことは本当に恥ずかしいことであると考えて、当然だと思っているんですけど、でもうそれぞれ全てもともとが英文で書かれた憲法で、日本の憲法はですね、英文で GHQ の民政局の人が書いた憲法ですから、英語の読める人がこの憲法を読めば、あ、これどっかで見た文章だね、例えばゲティスバーグ、あ、これは そうですね、第二パラなどはリンカーンのゲティスバーグ演説をちょっとガタガタっと3分化したもんだねとか、いろんなこと全てマッカーサーノートからも取っている、テヘラン宣言からも取っている、これを寄せ集めて作ってあるのが独自の文章なんていうのは全くないわけでして、これが日本国憲法の全文だということをしっかりやはり認識して憲法ということを考える必要があるだろうと思っております。こういうのと一緒に対象表もお渡ししてありますが、この対象表の、まず最初のあたりの全文をですね、
日本の心の全文と、それから現行憲法の全文が下にありますけど、読み比べていただけたらその違いが本当にすぐ分かるであろうと思います。日本国憲法現行憲法の全文というのは読んでも何やらさっぱり分からない。とても本当によその人の文章だという感じがいたします。それから今回私どもがご提示しました、日本の心の憲法草案はですね、日本の歴史、現行憲法には日本の伝統や歴史に関して全ての条文の中に全くどこからも考えられておりません。日本の、戦前の事柄、これは全て否定するというところから現行憲法が始まっております。でも憲法というのはそんなものではないはずでして、その国の基本法ですから、そこで長い間人々が生活してきている国であれば、そうじゃなくてそのアメリカみたいにですね、200何十年か前にヨーロッパから移民が入ってそこで作る憲法でしたら、伝統とか慣習とかそういったものがないものでも憲法と言えるかもしれませんが、日本の場合には古い長い歴史と素晴らしい伝統がある、そういったことを全て無視してそこは全部消しましょう、戦争の終わった今から日本という国が始まるんですよ、でそれはヨーロッパの寄せ集めなんですと、これが現行憲法そのものだと、現行憲法とは何かって聞かれたらこういうもんですと答えて間違ってないと思いますけれども、そういった意味で私自身は何とかして日本の人々の思いを込めた憲法が本来の日本国憲法であるというふうに考えてきました。で、全文の最初にですね、日本国は古来天皇が白示す国であり、国民は一人一人を大切にする和の精神を持ってその永久悠久の歴史を紡いできたと書きました。白示すという単語、皆様でしたら聞いたことがある方がほとんどだと思います。この白示すという単語は天皇にしか使われない古い日本語です。で、これをここに使いました。知らすという単語を本当は知らすという単語の敬語にあたります。で、知らすという単語を、天皇の項目のところに本当は使いたかったんです。第一章の天皇というところで、第十条に天皇は日本国の元首であり常に国民と共にあるという第十条に天皇の今の憲法で言えば一条になりますけど、でここではその白示すのついででここに入りましたけれども、天皇の存在というものをですね、私自身は日本という国を考えるとき、やはり天皇というものの存在が非常に大きな意味を持っていると考えています。ご皇室のある国というのは他にありません。王様のいる国っていうのはたくさんありますけれども、その王様と日本の天皇の違いってお分かりいただけるでしょうかね。知らすという単語がその一番この違いを表している単語です。
で、しらすという単語は天皇だけに使われる単語でして、あの日本ってすごいと思うんですが、600年代でしょうか、古事記、日本書紀という素晴らしいあの歴史書がある、神話も含めてある、こんな古い時にこれだけの素晴らしい書があるということを私たちは誇りに思っていいと考え、誇れるものだと思っていますけれども、この古事記や日本書紀の中に国譲りの物語が出てきます。ぜひお暇な時にはもう一度この古い物語を見ていただけたらと思いますけれども、これはあのアマテラス大御神のグループがですね、日本の、 あの大きな地域を支配していた大国主の御事に対して、アマテラス大御神のグループがこれからは日本全体を知らしていきたい、従ってその大国主の御事のところも譲ってくださいという、そういう交渉が、国譲りの物語というのが出てきます。このあの地域、出雲の国を中心にした素晴らしい支配をしていた、あの非常に優れた支配者だった大国主の御事、でそこに対して譲ってほしいという交渉が始まります。普通よそ の、 あのヨーロッパの諸国でしたらこれは大戦争になるはずなんですが、日本の神話の中ではあの派遣した使者がですね、そこで格闘するというのはあるんですけれども、決して戦ではなくて譲ってくださいという、何回も何回も使いを出して交渉して、で最終的にはそのアマテラス大御神のグループが日本全体を、知らす形になっている。お国の主の御事が支配していることについては、ウシハクという単語が使われます。それはそれぞれの地域を、その土地やら何やらを、土地やら国民も含めてでしょうか、支配するということが牛迫なんです。で、日本がずっと続いているこの高騰は、その人々を支配しない、人々を支配したり、その土地を支配したりする、これはそれぞれの地域の支配者、まあ王様、よその国で言えば王様たち、王様がそれぞれの地域を支配していて、日本のアマテラス大御神家の皇統の天皇陛下、天皇のグループは、あのそのそれぞれの地域などを支配するのではなくて、日本中の人々、国民の話を聞く、またはそれぞれの地域で困っていることがないかどうか、そういうことを知る、そしてみんなが幸せに住めるように、から国際的に平和が続くように祈る、これが日本の天皇ですから、ヨーロッパの国の王様のように権力を持ってその土地やら人やらを支配することは日本の皇族、あの皇室にはない。で、私自身はあのじゃあ何の役割があるんだと思われるかもしれませんけれども、あの小さいグループ、人っていうのは一人だけで生きていけるわけではありません。いろんなグループで生きていくわけですけれども、そういうごく簡単に考えればですね、何十人か集まっているチームの中に、あれは困るんだよね、ここはどうしたらいいだろう、
そういう困ったり悲しんだりすることを聞いてくれる人が一人いたら、そのグループはとても穏やかな形でいいチームが作れるんだろう。それが大きく考えて、日本の中には支配したり権力を持ったりするそういう人が、まあ、それぞれ戦国時代にしても徳川時代にしてもいろんな藩があって支配しましたけれども、それと別に御皇室というのは、みんなが悲しんでないか困ってないか、みんなの話を聞いてそれを知って、そして豊かな国になりますように、平和がありますように祈る、そういう存在が日本の中にあった。こういう国は他にはないわけでした。私自身はこの御皇室の存在っていうものが、日本が長い歴史、その戦って勝った方がその支配者になるというのとは別にですね、長い伝統と歴史を紡いでこれた一つの大きな存在っていうのが皇室であったであろうと考えておりまして、このこういった存在がある国、これは非常に大切な、その国にとってこういった存在っていうのが非常に大切なものだと。で、本当に軽有なことでしょうけれども、日本がこれだけ2677年穏やかな歴史を紡いできた、それは御皇室の存在があったからこそ考えて、この御皇室がなくなったら、ある意味ではもう日本というものがなくなるんだと言っても言い過ぎではないだろう、そんなふうに考えております。ちょっと時間があれかもしれませんが、私自身大学を卒業した後、自分で、将来自分はどうしたらいいんだろうという非常に迷いながらいた時期がありました。本当は文学者になりたかったんですけれども、東大の普通文の中でいろんな話をしている中で、ちょっとやっぱりどうしてもそういう特殊能力があるわけでもないですしと思って、諦めて、じゃあどうしようっていう中でですね、最終的には国家公務員になって大蔵省で30年ほど勤務するんですけど、その前に2年ほど外務省で働いていたことがありまして、でその時の仕事がですね、海外からいらっしゃるいわゆる国賓という、大統領とかそのトップの方がいらっしゃる、それから公賓っていうのは大臣クラスとか、方がいらっしゃる時に、特にヨーロッパ系の方は奥様をご同伴でいらっしゃることがあるもんですから、その奥様の通訳をしていたというのが仕事の一つでした。その時にそういう国賓がいらした時など、まずその御皇室に伺ったりして、または飛行場に陛下がお出ましになってお迎えなさったりする時に、直接陛下を拝願することがありました。学生時代、私も戦後の日教組の中で育っていますから、自分の中でもどう考えたらいいんだろうなんて思っていましたけれども、陛下を一目拝願しました時、もう一瞬で、あ、これは本当に大切な存在だ、言葉でなかなか説明できないんですけれども、日本の元首が総理じゃなくてよかったな、日本に御皇室という存在があるっていうことが
どれほど日本にとってその国際社会の中で付き合っていくときにどれほど価値のあるものかということを当時実感したことを今でも覚えています。本当に不思議なご存在です。言葉で表せませんが納得しました。そういったことでその後一切何の迷いもありません。日本の国にとってご皇室が存在していること、これがどれほど価値のあるものか、そのご皇室のためではなくて日本にとって絶対必要なものなんだということを、しかもそれがあるということを世界に対しても誇りを持って主張できるありがたい存在だということを、もう直に感じ取って、迷いもなくその後は、ありがたいと思いながらずっと生活してきました。アメリカ、私最初に、留学したのはパリです。なぜかっていうと、やはりヨーロッパ文明って一体何だ、日本って何なんだということを知ろうとするときには、やはりフランスをしっかり見ておかないといけないというそんな思いもありまして、フランス政府の給費留学生の試験を受けて、留学生としてパリに渡りました。ただその時にもですね、フランスの文明、素晴らしい文明、もうかけ根なしに素晴らしいと思いました。パリの街の作り、それから個人主義の徹底しているその考え方、でもその中で生活しながら私自身はそれと全く真反対と言っていいような日本の文化、個人主義を強く主張するのではなくて、みんなでお互いのことをこう考えながら思いやりながら、それが理屈ではなくて自然にできる人々が住んでいる国、これもまたかけがえのない価値があるなということを、パリに住みながら日本のことを思って、自信を、逆に自信を持ちました。ですからその後海外との関係におきましても、私自身は自分は日本人です、白人の世界ではいまだに強い人種差別があります。アメリカなども非常に強い人種差別がもう普通の生活の中にあります。でもそういった中でも私は自分は日本人です、日本の文化を身につけた人間ですということをもう真正面から打ち出して、海外の方々とお付き合いしてきました。それだけ自信を持っていい文化のある国が日本だと、心底自信を持ってそう思っておりますので、何の懸念もなく海外の方々と、議論をすることもできましたし、日本のことを紹介するときにも素直に紹介することができました。そんな中でどうやっても恥ずかしくて言えなかったのが現行の日本国憲法のことなんです。パリで留学しながらも日本の文化のことは喋りました。みんなにいろんな話しました。でも憲法についてだけは私は一言も言えませんでした。これは日本の人が書いた憲法でもないし、日本を表しているものでもないということを自分の中に意識していたもんですから、そういう中で現行の日本国憲法について私自身いまだに外国の方に、話をしたこともありません。でも何としても自分たちで憲法を書いて日本の人々が納得って思うような憲法をみんなで持たないといけない、
この強い思いはずっと何十年も、もう半世紀以上も続いているということでございます。でそのしらすという単語なんですが、さっきからちょっとごめんなさい、道がそれてばっかりですいませんが、天皇が白示す国である、こんな国他にありませんが、しらすというのがさっきの元首でありの方が分かりやすいかもしれません。日本国の元首である、元首って何かって言われたらですね、アメリカの例えば元首は誰かって言えば大統領になります。他の国の大統領制の国で元首は全て大統領です。すっごい権限を持っています。私大使で赴任したことのあるウズベキスタンの場合も大統領制でして、ソ連から独立した国ということもあって大統領制、あらゆる権限が大統領に集中しています。アメリカの場合は議会との関係がありますけれども、それにしても元首といった場合には大きな権限を持つというのが通常です。でも日本の天皇は先ほども申しましたように何かを支配するとか権限があるとかそういうことのない存在です。したがって天皇は日本国の元首であると書いてしまったら世界から誤解される可能性がありますので、そこであるで切るわけにいかない、元首であり支配権を持っていませんということを書きたかったんです。でその最も適切な言葉が、天皇は日本国の元首でありこの国を知らすという文言であれば、天皇はみんなの話を聞いてみんなの様子を知って祈る人なんだということを、知らすという単語一個で全て表現できるだったんですが、知らすなんていう単語は日本語としては今ほとんどもう使われてないし、どんな意味なのか誰も知らない。したがって知らすと書いたら、これはもうそのここの条文見ただけで、みんなから右翼の憲法だって言われるよっていうようなことで、やっぱり知らすという単語は、使うべきではないという強い意見がありまして、で諦めました。ただ元首であるで切るわけにいきませんので、じゃあどうしたらこの天皇、日本の天皇というものを示すことができるだろうか、一晩考えて、たまたま主人中山成明がその翌日に宮崎から出てきたもんですから、ここはしらすを使わないとしたらどうしたらいいだろう、声かけましたら、うーんと言いながら即座に国民と共にあるだろうっていうことを言ってくれました。私の場合にはその前日から一晩考えて、やっぱり国民と共にあるしかないだろうなと思ってたとこだったもんですから、おおっていう感じで、それはそうよねっていうことで、国民と共にある、常に国民と共にある、選挙で選ばれた総理が元首ではありません、でそうではないんだけれども、いつも国民と天皇とはもう一体になっている国なんですよ、そういう形の説明ができれば、国民を支配するというようなそういう方ではないんです。その表現を書きましたのが、常に国民と共にある
でその後ですね、終戦の御事を乗り、昭和20年8月14日に出された御事を乗りとか、その翌年の昭和21年の、1月1日のお正月の日に出された天皇の御事を乗りを、後でこうもう一回どっかで国民と共にあるっていう単語頭に残ってたんだろうと思って調べましたら、この2つの陛下の言葉の中に、朕は何時が国民と共にあるっていうような単語が出てきておりました。で、まあこれでこれが素直な単語かなということで、この天皇の条文最初には常に国民と共にあるという文言にいたしました。もう一つお伝えしておかなければいけないのが、今話題になっているその第9条、この憲法は、今回のこの憲法は序章を入れました。序章という中に日本の国の在り方というもの、日本の形をですね、全文の後に、1条から9条まで形として要約する形で入れましたので、その天皇を中心とする立憲君主国家であるとか、主権は国民にある、それから基本的人権ではなくてですね、人間の尊厳、これは、最大限尊重されるとか、それから日本は、法と正義を基調とする世界平和の実現を国是とする、明確に示しました。そして、もう一つ、この憲法、現行憲法には国民を守るという文言がどこにもありません。現行憲法は国が領土や国民を守るということのない憲法なんです。そんなこともあって、新しい憲法では国は主権と独立を守ることと、国民の、国内の平穏を維持して、国民の生命及び財産を守らなければならないということを明示いたしました。現行憲法って本当に国土を守りなさいとか国民を守りなさいっていう文言がどこにもないんです。もっとも GHQ の総司令官がいたわけですから、 GHQ の配下にいる総理がですね、中心になって国を守るなんていうようなことはありえないことですから、現行憲法には、政府が国民を守るという文言はありません。個人の生命は大切であるということはあるんですけど、国がどうせよこうせよということは何も書かれていないのが現行憲法。ちょっと話がそれてしまいますが、したがって拉致被害者を救出したいと、私自身総理補佐官として拉致問題担当の補佐官を務めましたけれども、拉致被害者を救出するということで動くときに、政府の中ではこれは異端な動きになりかねないというのが実情です。外務省は平壌宣言にしてもストックホルム合意にしても、北朝鮮との交渉の中で拉致被害者を解放せよとか拉致被害者を救出するということは日本の外務省は一切考えていません。平壌宣言で何が書かれているかというと、平壌宣言の真ん中辺にですね、北朝鮮はこの異常な状態
の中で、もうちょっとちゃんとした単語ですけれども中で北朝鮮が行った事柄、拉致とは書いてないんです。そういった懸案事項については今後やりません、書いてある平壌宣言。したがって平壌宣言の中では過去に拉致された人々、平壌宣言2002年ですけど、それ以前に拉致をされた、で北朝鮮に監禁されている人々について解放せよと、救出したいと、一切触れてないんです。2002年以後拉致はしませんよ、これが平壌宣言です。したがって私はもう補佐官になった段階で2006年ですが、北朝鮮がミサイルを発射し、それから2006年安倍第一次内閣になって安倍総理が中国から韓国にを訪問した、その日に核実験を行いました。そういった中で私はもう平壌宣言は事実上無効ですねということを宣言して、で拉致対策本部は被害者救出、ここに焦点を絞って動きましょうということで仕事をいたしました。そうじゃないと平壌宣言にのっとった場合にはこれには拉致被害者救出ということがありませんので、全く救出の作業すらできないというのが実態なんです。でその後ストックホルム合意が結ばれました。この時にも北朝鮮が行うことっていうのは被害者を返しますっていうことは一切書いてない。深読みをすればもしそういう人が見つかっても返しませんよと書いてあるだけなんです。しかも拉致問題だけではなくてお墓の問題とか日本人妻の問題とか全て一体としてどれかを先にやることは絶対しませんということを日本の外務省と北朝鮮が約束している。でも総理はですね、拉致被害者の救出を優先的に行うとおっしゃってるんです。ところが外務省が結ぶ条約は優先的にするなんていうことは許されない、全部一緒にして国交正常化をするんだ。ですから考え方として日本の外務省は日本国民の命を守るということを仕事にはしていない。でこれは現行憲法そのものなんです。現行憲法ではこれは自衛隊軍の問題ですけれども、ちょっとその前にですね、現行憲法ではその前文のところに日本は周りの国のことに気を使いながらこの後平和を維持しましょうというのがありますし、ちょっと時間が来てしまっていますけれども、もう一点だけ皆さんでぜひどっかでやってもらいたいんですけど、GHQ がこの現行憲法を出したのと同時にプレスコードというものを出しています。30項目あります。このプレス項目というものをもう一度検討していただきたいと思っています。それは具体的に言うとですね、どんなことかっていうと、まず連合国軍のことを批判してはいけない。それからその東京裁判について批判してはいけない。から GHQ が日本国憲法を起草したことについて批判してはいけない。それから当時 GHQ は強烈な、もう本当に考えられないほどの検閲制度を行いました。この検閲制度について言及してはいけない。
アメリカ合衆国への批判をしてはいけない、ロシアへの批判をしてはいけない、英国への批判をしてはいけない、朝鮮人への批判をしてもいけない、中国への批判もしてはならない、連合国への批判もしてはならない、それから満州での日本人の取り扱いについて、ここはもういくつも虐殺がありました。日本人の多くが虐殺されました。この日本人の取り扱いについて批判してはならない、こういった項目が30項目あります。今の外務省、このプレスコードを非常に几帳面に守って政策を取っていると言っても過言ではないように思うんです。北朝鮮に対する批判、韓国に対する批判一切しません。中国に対する批判もしません。まさにプレスコードの非常に忠実なしもべなんです。でこれは外務省だけではなくて、私自身はメディアの方々、これプレスコードですから、メディアはこれを守らなければいけないよと、外務省が対象だったわけではないんです。メディアは今のこのコードをしっかり守るようにというのが GHQ のテーマでした。したがって現在のメディア、今申し上げたようなことは忠実に守られています。こういったことがまだ戦後70年以上経って、日本人で本当に真面目な人々が多いもんですから、その通りに仕事をしてきているであろうということが言えますので、そのあたりももう一度見直しをかける必要があると考えています。から軍を保持するということなんですけれども、この1番目第1項はこれは不戦条約の文言そのものです。これが不戦条約ですけど、でこれは国際の多くの国が条約締結している文言ですし、日本も明治憲法下でこの条約に加盟しています。全く問題ない問題条文だと思っています。ただこの現行の2項で陸海空軍すべての戦力を保持しないというのが現行憲法で、これだと成り立たないんですよね。不戦条約では自衛権は否定してないんです。それぞれの国が持っている個別的集団的自衛権、これ個別的と集団的と自衛権について分けるっていうことは国際社会ではありません。個別的は集団的自衛権となっていますが、オアというのは日本語で訳すとまたはなるので、これかこれかっていうふうに考えがちですが、英語ではそういうことではありませんで、その時できること、個別的な自衛権でやれるんだったらそれでやりなさい、みんなが応援に来て集団的自衛権だったらそれでやりなさい、どちらでもいいんです。だからオアはまたはという単語ではなくて、ないしっていうような訳なんだろうと、個別的自衛権ないしは集団的自衛権で対応しなさいと責められた時はですね、というのが国際条約ですので、現行憲法の第1条は気球士なんていうのはいらないので、もう本体だけ、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は自衛のためを除き放棄します。で2項で主権と独立を守って国際的な平和活動に協力するため軍を保持するという条文にいたしました。非常に素直に書いてあります。当たり前のことなんですね。で、アメリカの憲法はじゃあどうなってるんだろうって見ましたら、アメリカでは当たり前のことですけど、アメリカじゃない他の憲法もそうですが、軍を保持するっていうような条文はどう思います？
ありません。当たり前ですよね。独立国家であれば自分たちを守る軍というのは当然のこととしてどの国でも持っています。したがって憲法にわざわざ軍を保持するなんて書いてある国はないんです。ただ日本の場合には書かないと、なんか全て、軍もないまんまで独立を維持できるなどと思っている人々がまだいますので、しょうがないから憲法に軍を保持すると書くしかないのかな。本当はこんな文言なくていいんです。こんな文言がある憲法なんていうのは見たことがありません。アメリカの憲法は大統領の権限として大統領は軍を統帥する、当たり前のこと。この間もちょっと松田さんと話してたんです。憲法の中に警察を保持するなんていうことを書くかなと、それと同じものなんです。憲法の話になりますとまだまだキリがありませんけれども、時間が来てしまっておりますので、あと中丸先生の方にバトンタッチしていきたいと思います。ぜひ対象表などを見ていただいて、現行憲法をいかに改正しておかないといけないのかということを対象表を見るとお分かりいただけるかと思います。非常に素直に書いた憲法です。自民党さんの場合にはどうぞつけて、自民党さんの場合にはなんか項目だけいくつか挙げて、で憲法9条もこの、2項を残したまま武力陸海空軍の戦力全部放棄すると書きながら、保持しないと書きながら自衛隊を認める、どう考えても無理があるだろうと。ということは自衛隊が軍にならないとしたら他の国との関係で軍として認められない存在で、非常にどう考えていいかわからないような形のものが自衛隊として日本に残るということもあろうかと。よっぽどの奇策がない限り無理があると考えているんですけれども、これから先ですね、さらにみんなで議論をして、日本らしい良い憲法が出て作り上げられたらいいなと思っております。ちょっと時間をオーバーしてしまいました。ご清聴くださいましてありがとうございます。またこれからもどうぞ。ありがとうございました。では引き続きちょっと休憩なしで強行ではございますが、中丸先生のお話に移らさせていただきたいと思います。質問票の方を書かれた方は私か、後ろの方におりますスタッフの方に渡してくださったと思います。私ちょっとぐるっと回りまして頂戴して回りますので、どうぞお気軽にお声かけくださいませ。では先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。岡山で我が党がタウンミーティングをさせていただくのは初めてのことでございまして、岡山は本当は今日平野事務所からもご紹介をしたいと思います。まさに、立ち上がれる日本次世代の党と来た流れの中で、私は中丸ひろむといいまして、お隣の広島県の支部長をさせていただいております。日本維新の会の時に、衆議院議員をさせていただいておりました。先ほど中山代表の方からもお話があったように、2015年の12月の、次世代の党の衆議院選挙で落選しまして、その後俗に言う浪人生活を送っております。今日はですね、先ほどの我が党の4月28日に発表をさせていただきました憲法草案を皆様にお聞きいただいたんですけれども、岡山で初めてということもございまして、ちょっと自己紹介も兼ねながら、実は資料でですね、
大変見にくいと思うんですが、1枚に4ページずつパワーポイントのデータを、印刷させていただいたものを手元に配らさせていただいていると思うんですけども、この資料に基づいて講演をさせていただく、ちなみに明日は名古屋でさせていただくんですけども、だいたい約90分ぐらいの講義になる資料になってまして、今日はその半分以下の40分ぐらいにさせていただこうと思いますので、多少はしょっていく部分があると思います。あのカラーのですね、一つの一枚の紙にこう4ページ赤っぽいこういう背景のなったものが出てくるんですが、すみません、今中山京子大臣なので、こういう資料ですね、はい、10枚くらいになっていると思うんですけど、というのも、実はですね、私、議員時代に、ちょっと手元の資料もすごい字がちっちゃいんですが、私も夜年並みで、老眼なんでなかなか見にくいなと思ったんですが、衆議院の安全保障委員会、という委員会がございまして、そこに、各党の議席数に応じて委員が配置されるんですけども、野党の中の、理事、これは理事職というのは当時民主党、当時民主党だって今はもう離党されてますけど、長島昭久先生と、私中丸博の2人で、あとは与党の、自民党公明党の先生方と、そもそも委員会で何を話すのかと、どういった議題で法案を扱うのかということを決める、理事職っていうのをやらせていただいてました。で、この時に ASEAN の、フィリピン、ベトナム、インドネシア等々ですね、委員会の視察と理事会の視察として、各国の国防大臣、それから会場警備の責任者の皆さんと現場をですね、いろいろ回らせていただき、いろいろ勉強させていただきました。まあ、そうした経緯もあって、党の中ではですね、安全保障分野をずっと担当させていただいておりまして、まあ、憲法で言えばまさにその9条の部分に当たるところだろうかと思うんですけども、私なりに、国会議員になる前、それからなった後現職の時代、それから今の浪人中の生活の中で、いろいろ自分なりに勉強させていただいていることをですね、少し今日は皆様と、共有をさせていただければと思います。じゃあちょっと次の、これなんだというところなんですが、ちょっと古いんですが、これ2003年の11月21日の朝7時過ぎなんですが、これイラクのバグダッドにある、ここ煙が出てるんですけども、これパレスチナホテルっていう、当時の外国人の記者とかですね、まあ、日本の NHK とか、そういう報道も含めて、泊まってたホテルに、11月27日の午前7時にロケット弾を打ち込まれたところですね。なんでこういう写真があるかというと、これちょうど遠く見えるんですけど、実はこの写真を撮った場所から300メートルぐらいのところで、これ僕が泊まってたホテルの部屋です。ホテルの部屋で寝てたらですね、朝ドーンと音がして窓がピシピーってなって、で何が起こったのかと思ったら、まあ、ホテルが吹っ飛ばされてたっていう現状に、まあ、いたわけです。まあ、そういうことがあったっていうのを、なんでこういう話をするかっていうのが、まあ、後ろにつながっています。次行ってください。これはですね、これも全部私が現地で撮った写真です。当時フセイン大統領を、アメリカ軍を中心とした連合国軍が、斬首作戦、どっか聞いたことあるんですよ、最近もよく聞きますね、北朝鮮で斬首作戦という作戦を実際にイラク郊外から、バグダッドまで侵攻していった、その直後です。その直後どうなったかというと、当時の例えば警察、それから軍、当然フセイン大統領を中心とした当時のイラク政府が管理してたわけです。で、イミグレーションって言いまして、入国管理、国境を越える時ですね、イラクの場合陸続きなので、私はヨルダンから入ったわけですけど、その陸続きのところに普通はイミグレーションでその国の入国管理局のパスポートに反抗してくれます。私が行った時はどうだったかって言いますと、反抗する人はいません、国が崩壊しているわけですから。代わりに米軍が入り口でパスポート確認はしてました。
でもその時はイラクは国として全く機能してない。先ほどのお話で言うと、日本国が大東亜戦争に負けてというか、大東亜戦争が終わって、その後の連合国 GHQ の占領状態にある時、それがまさにこの時のイラクです。これはあの GHQ ではなくてですね、この時は CPO という、連合国の、グループが管理をしていました。それはあくまで基本は治安の管理がメインだったので、どうなるかというと、これ何かというと全部ゴミです。これ下水の管理ができていないので、もう道路に汚物があふれている状況です。要は行政と国が崩壊した国っていうのは、今の戦後70数年平和と繁栄を享受してきた我々日本国民にとっては全く信じられない世界が起こるわけです。じゃあ中東の遥か遠くの、まあなかなかそういう文化とか文明もない国だからこうなったんだろうって、そんなことはないんですね。イラクっていうのは非常に歴史と文化が古い国で、中東では本当にイラン、サウジ非常に名手の国と言われていました。そしてご存知の方も多いと思いますが、当時は学校はもちろん、病院、薬、全てタダなんです。全てタダだったんです、フセイン政権の時は。全部国が豊富な油田、石油を、原油を売ることでもって、国が豊かになってましたから、国民は全てタダで受けてました。それだけ平和で裕福な国だったんです。それが一瞬にしてこうなりました。だからもともとこういう国じゃないです。もともと非常に裕福だった国がこうなったんです。で、これは車が爆発して燃えてるところです、ね。で、これは悲惨なんですが、これはトラックが襲撃された後です。これ僕が乗ってた車の窓越しに撮ったんですけど、襲撃してですね、中の荷物を奪うわけです。いいですか。よくテレビでアメリカのダウンタウンって、まあ最近はあんまりないでしょうけど、ホールダー、お金を出せ、ね、裏返りでナイフを突きつけたり、ホールドアップ、要はお金を出す、反抗すると撃つぞっていう警告を強盗ならばしてるわけですよ。この時のイラクの爆弾とはどういう状況かというと、全くありません。いきなりこれロケット弾で撃ち抜いたわけです、トラックを。で、撃ち抜いて破壊した上で荷物を盗むんです。ホールドアップとかもそういう世界じゃないんです。まさに政府がいなくなった後の戦場です。で、なぜこれを説明したかというと、実際にこういうことがなぜ起こったかっていう原因を知っておくのが今の北朝鮮の問題につながるからです。次の話。で、これはまあ僕が何しに行ったかっていう、当時のバグダッドの議会の議長と会って話をした時の写真だって飛ばしていいんですけど、この下を見てください。この子は、おそらく小山さんがいなくなったんですよね。朝から何してる、これゴミ捨て場の中なんですね。このゴミ捨て場の中を歩いてゴミ拾いをしてる。これ掃除してるんじゃないですよ。ここから使えるものを持って帰って路上で売ったり、自分たちが使ったり、もうこんな子供がいっぱいいました、ストリートチルド。はい。で、北朝鮮による弾道ミサイル脅威というね、もうこういう脅威がありますねって言わなくても、おそらく通常暮らしておられる方、知らない人はいないぐらいテレビの報道等々でも出ていると思います。次のスライド。で、これ説明すると長くなりますので、これが2016年、昨年度、どれだけのミサイルを発射して、どこに飛んで、どういうミサイルだったかという一覧表です。まあ、説明しませんので、資料で興味のある方に見ていただいて、はい。で、これも同じ、保有する弾道ミサイルの種類ですね。最近よく話題なのが SLBM とかテポトンとかムスダとか、名前を聞いてられると思いますけど、射程距離も全部一応書いてありますので、最近これプラスの新型ができてるんじゃないかという話も出ております。はい、次行ってください。で、この先ほどの表にあったものがどの範囲に飛ばすことができるかという図です。で、まあ、半径1万キロだとこの西海岸、サンフランシスコ、ロサンゼルスまで入りますよとか、
4世紀のだとグアムまで来ますよと、まあ、こういう図ですね、まあ、それぞれ射程距離に応じて、まあ、種類が違うんだっていうことを知ってもらえればいいと思います。はい、次。じゃあ今話題のミサイル防衛、ちょうど今朝のニュースですかね、昨日の夜から今朝にかけてのニュースで、アメリカ米軍と、我が国の自衛隊が共同で開発している、ブロック2っていうですね、 SM3 っていう、まあ要はこう非常に高い高度でですね、相手方の弾道ミサイルを破壊するための撃ち落とすミサイルの実験を行ったんですが、失敗して外れました。これ実験だから外れていいですけど、これ本番だったら外れたってことは落ちてきてるってことですね。だから絶対じゃない。で、だからミサイル防衛って大丈夫なのかっていうところをちょっと説明していきたいと思います。我が国のミサイル防衛は基本的に二段構えです。最近こういうのもニュースになったんでだいぶ出てくると思うんですけど、弾道ミサイル、撃たれるとですね、まずイージス艦、この間ですね、フィリピンの輸送船とぶつかって、米軍の7名の方がお亡くなりになるっていう事故もありましたけれども、そのイージス艦から発射した、こう SM3 っていうミサイルですね、まあ、ここで撃ち落とす。でも先ほどの実験であったように外れることもあると。で、外れた場合どうするかっていうところによく、パトリオット、パトリオットって言うんですけど、これ正確にはペトリオットミサイルっていうのが正確な呼び名です。パック3と呼ばれるんですね。で、これで落ちてきたものを撃ち落とすと、ただ実際ですね、このペトリオット自体は射程距離が非常に短いで、狭い範囲しか撃ち落とすことができないので、基本はここで撃たないといけないですね。で、まあ、そのために、航空自衛隊、実はこういうレーダーの関しては航空自衛隊が中心にやっています。このイージス艦の レーダーはもちろん海上自衛隊ですけども、ミサイルの監視は航空自衛隊のレーダー基地がやってます。で、まあ、その情報を共有しながら、データ化して撃ち落とすという作業をするんですが、非常にたくさんのお金をかけてやってるものなので、あんまり悪くは言いたくないですが、どれぐらい難しいかというと、ゴルゴ13でもできないぐらい飛んでくる弾丸をですね、ピストルしますよね、飛んでくる弾丸をピストルの弾丸で撃ち落とすと思ったら、どれぐらい難しいか分かると思いますが、それぐらい難しい作業です。ですから飛んでくる弾道を計算して、そこに向けての、実際に計算の上でやらないと、狙って当たるようなものではありません。マッハ10を超えるようなスピードで飛んでるものですから。はい、見てください。で、先ほど言ったステップ1、1個目は、イージス艦から発射される SM3 と言われる、今これの、もう一つワンランク上のものを、行おうと、言ってますけども、書いてない、あ、書いてない、84% なんですよ。だから8割、100本来たら84回は成功するよと。逆に言うと16回は失敗するよということです。だから1割以上失敗するんです。非常に簡単に言えば、10発同時に撃たれれば1発は間違いなく確実に着弾するというふうに考えていただいたら、今のこの SM3 っていうのがどの程度のものかっていうのが分かると思います。はい、次行ってください。で、そもそもイージスって何ですかっていう話があるんですが、ギリシャ神話の話はちょっとまあ置いときましてですね、まあ非常に専門的な話なんで、興味のある人が読んでもらえばいいと思うんですけど、今言ったイージスというと、皆さんはあの船に搭載されているものを想像すると思うんですが、これ実は、艦載イージスっていうのはですね、イージスアフロート、まあ、浮いていますよっていうことです。浮いてるイージスのことをイージス艦がついているので、実は陸上イージス、最近やっと出てきました、イージスアシュア、ね、地上イージス。ちょっとですね、古い話をすると2012年の12月に私が国会議員になりまして、2013年にイギリスのロンドンで、国際兵器見本市っていうのをやってまして、それに行きました。で、それに行った時にですね、防衛省の役、それから当時の、与党の防衛大臣含める関係者、副大臣、政務官、誰か行くんですかって聞いたときに、我が国は国際見本市に派遣したことはない。これ実は国会答弁なんです。
私が質問したんですが、なんで行かないんですかと。で、その年に、その国会質疑の後、当時の防衛政務官が佐藤明さんという方だと、大阪選出の衆議院だったんですけど、佐藤明先生が急遽行ってくれました、ロンドンまで。で、その元もとに、それからもう毎年正式に、防衛の幕僚も含めて一緒に行ってくれました。で、その時の、2013年のロンドンで行われた国際見本市に出展されてたのがこの陸上イージスなんです。イージスアショアで、僕はそこでたまたまですね、そこの会社に働いてる人日本人がいて、そこで話をしましてですね、パンフレットもらって帰って、またこれも、当時小野寺防衛大臣の時に国会の質疑でですね、地上イージス日本は島が島嶼部がいいんだから尖閣も含めていろんなところで使えるんだから、これを導入すべきじゃないかって言ったら、あとですね、地上イージスって何って質問を受けましてですね、でこういうもんですって言ったパンフレットを差し上げて、最近やっと稲田防衛大臣がですね、これの導入を始めると、提案してから3年ぐらいかかってますけど、3年4年ぐらいかかってますけど、やっと一歩前進したかなと思います。まあ、イージスっていうのはアフロートとアショアがっていうふうに、2種類あるんだと覚えていただければ。はい、次行ってください。で、艦上イージスっていうのは、これ今日ちょうどこの辺のところがタンカーとぶつかってぐしゃぐしゃになったところですね。これはSP はスパイレーダーっていうですね、非常に高度なレーダーがついている部分なんですけど、この艦橋の部分が、イージス艦の、まあ、肝に当たる部分なんですけど、これをそのまんまこう陸上に持ってくるわけです。で、船の場合はこの後ろからさっきの SM3 というのは塩を食ってたりするんですけど、まあ、そういったものを今度地上に配備するという形になります。まあ、位置が特定されやすいっていうもちろんデメリットはあるんですが、イージス艦を一隻作るといくらかかるか知ってる人がいますか。一隻だいたい1200億から1500億円ぐらいかかるんです。たった一隻作るので、ちょっと話を脇道にそれますと、海上自衛隊の艦船というのは一隻作っても全く使い物にならないんです。というのが、いろんな方の船がありますよね。個人の船舶であってもですね、例えば、5人しか乗れない漁船と50人乗れる船とクルーザーであれば、当然操縦の仕方、大きさの感覚違いますよね。これは全く同じことが当然言えます。そしてさらに、そういう武器も含めたものをトータルで運用するためのスキルをつけないといけないので、船という自衛隊の船というのは必ず一隻は練習用の船があります。要は全く同じスキルを身につける。これはもう潜水艦でも何でもそうです。それから一回航海に出れば、まあ、何日か1ヶ月2ヶ月でもやればですね、まあ、どのぐらいの範囲でやってるかもちろん型によって違うんですけども、必ずドックに入って整備点検、それから消耗品の交換をしないといけない。一隻はドック入り、一隻は練習、一隻が実戦ということは、一つの作戦をするのに実は3隻いるんです。3隻、まあ、ある程度、今日本のイージス艦は6隻体制で、まあ、今から増やすんだと思うんですけども、普通に言えば2隻しか任務につけません。まあ、無理すれば3隻いけるかなっていう感じだと思いますけど、艦船というのはそういうものです。ちょっとまたさらに話をそらせば、先日加賀っていうですね、新しい全通艦艦って言って、まあ、空母みたいなもんですよ。大型の全長250メートルを超える大型の艦船が護衛艦として進水しましたけど、同型艦で出雲っていうのが出てまして、今度広島の呉にも来るみたいですけど、これもまだそれでも2艦ですから、もう1艦ないと任務できないですね。まあ、そういうイージス艦の場合は一つの任務をするために、まあ、3つの同じ型の船が必要だっていう前提がある。そういう意味では地上っていうのは
一箇所一つですから非常に効率がいいわけです。でしかも値段が1200億から1500億するものがこっちだと、おそらくですねミサイルとかも含めて600億から800億ぐらいです。要は船一隻に対して2箇所設置できます。3隻ワンチームでワンチーム増やすことを考えたらこれ12箇所設置できます。まあ、どっちがお得、いわば両方いるんですね。組み合わせの問題でイージス艦だけで対応しようとするよりもまず人員も当然少なくて済みます。これだと地上のイージスシステムの運営管理、こっちだとイージスプラス船自体を動かす人がいますから、まあ、そのぐらいの差があるわけですね。はい、次です。で、さっきのこれ PAC-3 ですね。防衛省のある市ヶ谷とか、そういうところにも設置されてますけども、これの、また新しいバージョンを入れようと。でこれをさらに高い高度まで飛ばして使って、射程距離を増やしたものがサードと呼ばれるものですね。最近よく名前も出てきますけど、今置いてあるのがですね、市ヶ谷、浅香、習志野、入間、まあ、いろいろあるんですけど、残念ながら中国地方、四国地方には一つもありません。はい、よく中国地方には岩国ね、広島のお隣の山口県岩国市に米軍基地があるから、飛んでくるんじゃないかとか言いますけど、全く置いてないんです。なんで置いてないかっていうのは安全だからというわけではないです。日本中どこでも絶対安全なとこっていうのはないわけですから、単純に台数の問題、予算の問題です。はい、次。じゃあこの PAC-3 で迎撃できるのかっていうと、まあ今市ヶ谷という話をしましたけども、国会のまあすぐ近くなんですが、市ヶ谷に置いてっていうので、このぐらいの範囲ですね。だからもう筑波あたりに来ると、まあ、埼玉のひたちなかとか、この辺まで来ちゃうともう全く届かないということですね。まあ、湘南海岸もちょっと危ないかな、届かないかなとぐらいの範囲しか守れませんよということですね。なので、極端な言い方をすれば、国民の皆様を守るために PAC-3 は存在していると皆様も思ってらっしゃるでしょうし、私もそう願いたいんですが、政府並びに自衛隊の基地、主要な機関が守られるために配備されていると、まあ、はっきり言ってしまうとそういうことだと思っていただければ。あと石垣、それから、沖縄の知念、宮古島、那覇、この辺にも配備してあります。だからそういう何かあった時に実際に稼働する部隊は被害を受けないためにはありますけど、それ以外のところにははっきり言ってできるようになってないんです。一番初めに僕がイラクのバグダッドで撮ってきた写真を思い出していただきながら、この斬首作戦の空母派遣の実態っていうところで、今までたくさんのミサイルを、いろんな形のミサイルをもう今年は二十数発撃ってますね。これだけ撃ってるから空母が出てきたというマスコミの論調になっていると思いますし、評論家と言われる方やなんか政治の世界でもそういう話になっていると思うんですが、そもそもそれは大間違いです。もともと第7艦隊、横須賀を母港にした第7艦隊ロナルド・レーガンというですね、空母が、日本には常に配備されていました。太平洋艦隊とか言われるものですね。でそれが、カール・ビンソンというですね、違う空母の部隊がまた来ることになりました。で、なんとなく報道を見てると、これはもう北朝鮮だなと、ね、この人がやんちゃするからアメリカが抑止力のために送ってきたんだっていうふうに思ってるんですけど、違います。そもそもあのカール・ビンソンが何をしてたかっていうと、皆さんニュースとかで聞いたことがあると、リムバックって聞いたことあります。リムバック、太平洋でオーストラリアとかですね、米軍、アメリカ海軍、US ネイビーと、まあ、日本の海上自衛隊とか一緒に訓練を行うんですけど、その訓練用の練習艦隊にいたのがカール・ビンソンなんですよ。要は訓練だけしてるんじゃなくて、実際に
訓練してない機関も動かそうと。なんでそういうことになったかというと、先ほどの三席体制、訓練、ドック、それから実践。第7艦隊のロナルド・レーガンは原子力空母なんて半年間勤務できますけど、半年に1回はドック入りするわけです。今まではどうしてたかというと、日本には半年しかいなかった。残りの半年アメリカ帰って整備してたんですね。まあ隊員のもちろんお休みもありますし、入れ替えもありますから。でそれだと半年間空白ができるからっていうんで、そのカール・ビンソンは練習訓練以外は使ってないんで、じゃあこっちへ来させたらちょうど穴埋まるじゃないかという話なんですね。でなんで僕はそんなことを知ってるかっていうと、俺防衛省の人に聞いたんじゃなくて、実際にリンパックに参加したことのある、海上自衛隊の司令官が、まあ、実際にやってるから分かるわけですね。まあ、あれはそういうことで来てるだけですよと。あ、そうなのっていう話です。で実は今回日本海にそのカール・ビンソンも来ましたけど、もともとは日本海に来る予定じゃなかったんです。なのでカール・ビンソンの経路を見てもらったらおかしいけど、太平洋でですね、一回実はインド洋もあったんですよ。南シナ海に出て航行の自由作戦なんです。だから対中国のために実はカール・ビンソンが来てたんですよ。ただいろいろあったんで日本海に行けという指示が出たわけですね。じゃあなんで今まではこれまであんだけさっきの2016もあれだけミサイル発射で今までは行かなかったものがなんで今回行ったの？おかしいですよね。あまりたくさんやったから行ったっていうふうな見方もあるんですけど、実はそうじゃないんです。アメリカの大統領は今トランプさんになりましたけど、アメリカの世論に対して反応します。それまでアメリカ世論は北朝鮮に対してはほとんど興味がなかったんです。ほとんど興味がなかった。で一部アメリカ人の、まあ、この間あの拉致された拘束された大学生がお亡くなりになりましたけども、まあ、そういう事件もしかり、一番アメリカが北朝鮮の何を恐れてるかっていうと、実はミサイルじゃないんです。本当に怖いのはアメリカはテロなんです。さっきのイラクの戦争がありまして、なぜフセイン政権の打倒に当時のブッシュジュニア、ブッシュ大統領が踏み切ったかというと、 9.11 テロがあったからです。それでアメリカの世論が、それまでアメリカの世論はイラクのとの戦争、イラク攻撃に対して大変否定的でした。あのテロで数千人の方が亡くなった翌日からアメリカ世論はフセイン許すまじに変わったんです。北朝鮮も同じことが起こっています。飛んでくるミサイルとどう防御するかだけ見てたら判断は絶対に正しい判断できません。アメリカはなぜ空母を出したかというと、この下の人、お兄ちゃんですね、マサオさん、この人は何で殺されました？ VX ガス、化粧品の瓶の中にちょっと入れて手袋をして、あの若い女性が短いズボンで手につけるでヒュッとやると、あんだけの人混みの空港でこれだけの人を殺せるっていうことを見せたわけですよ。アメリカの世論はそこに反応しました。だから日本海にミサイルが飛んでくるから空母が来てるなんて思ってるのは日本国民だけです。日米安保で来てくれてると思ってるのも日本人だけです。アメリカ国民は自国で北朝鮮のからそういう工作員、テロリスト、テロが起きないようにするために北朝鮮を抑えてほしいと思ったわけです。それで初めて金正恩に対する恐怖心を持ったんですね。こういう話をですね、こうテレビとかでもみんなしていただくといいんですけど、なんか本質がなくてミサイルが来たから空母が行ってるっていう感じで皆さん思ってませんでした、ね、実はそうじゃないんですよ。まあ、そういうのもゼロじゃないんですけど、アメリカ世論とアメリカの政府が一番反応したのはこういうことです。一番怖いのはテロ。じゃあイラクでの作戦から本質を見ないと絶対見誤るなというところです。次見てください。これが実際に行われた斬首作戦の後です。斬首作戦というのは
例えば金正恩のいる総統府にいきなり特殊部隊、ネイビーシールズみたいなのがバーッと夜間降下していってですね、殺害するようなイメージがあるんですけど、根本的に違います。これはよく誤解されています。斬首作戦というのは、戦争軍隊というのは必ず命令と指揮命令があって動きます。何の部隊はどこに行け、何個小隊はこっちに行け、こういう作戦、トータルはこういう作戦ですよっていう作戦会議があった上で動きます。で、その指令を出すのが司令部です。これはイラクの司令部スパッドだったので、これはそういう軍が移動するための橋です。で、これ見ていただきたいんです。ちょっと分かりにくいですけど、これ鉄塔です。電気の線を通す。これよく見ていただくと分かるんですが、全部折れ曲がってます。ぐにゃーっと。斬首作戦で一番初めにやった作戦はもちろん空爆、ミサイルの発射もやってますけども、橋の破壊、インフラの破壊と電力の供給を止めることです。これアメリカ軍がやったんですよ、米軍が。もうこれ CNN でも流れてないと思いますけど、これなぜかというと、生活してる人も全部止まりますから。人道的でありえない行為なんですけど、斬首作戦というのはこういう作戦です。要は電気を止めて動けなくして通信を破壊すれば、そこの部隊は当然作戦遂行なんてできませんよね。で、一番のシンボルである、これ何があったの、これフセインの顔のあったシンボルですね、これを壊すこと、これが斬首作戦です。実際に遂行された。はい、次行きます。で、斬首作戦で作戦が成功したんです。たった2週間もかからずに、フセイン政権は崩落し、イラク軍は解体されました。しかし皆さん思い出していただきたい、イラクのその直接的な戦いは終わりましたけど、今何が起こる、シリア、イラク、IS です。 IS はなぜ武器を持っているんでしょう。先ほども申し上げた、米軍が斬首作戦によってイラク軍を解体することはできましたが、イラク兵士はみんな武器を持ったまま統制がなくなって国に残ったわけです。で、自分たちが仕えていたフセイン政権がなくなると、当然給料すら出ません。手元にあるのは訓練された兵士と使える武器と弾薬を持っているわけです。間にあるそこを全滅させて、別にバグダッドまで米軍は侵攻したわけじゃないんですね。斬首作戦というのはそういう作戦で、結局その後の武装解除ができずにできたのが IS なんです。だからある意味米軍が IS を作ったっていうのもまんざら嘘ではないんです。要はその後の戦略ができてなかったと同じことを北朝鮮でやろうとした。金正恩の首を取るんじゃなくて、北朝鮮軍を無力化させること。そうするとその後に出てくるのは朝鮮半島のカオスが必ずやってきます。しかも武器を持って、そういう人たちが、北朝鮮軍は100万人いると言われてますから、その100万人のうちの100人に1人が来ても、日本に1万人武器を持って訓練された兵士が来ることになります。1万人ですよ。警察で戦いますか。ちょっと古い映画で宣戦布告っていう映画がありましたけど、工作船の潜水艦が日本の、にたどり着いて、ほんの10人ぐらいの工作員相手に自衛隊が苦戦するっていう映画だったんですけど、それが1万人です。今考えないんだけど、ミサイルをどう撃ち落とすかに、武装難民、武装兵力をどうするか、そして一般の難民とそれをどう仕分けるのか、それから韓国にいる、大体6万人ぐらいと言われてますけど、在留邦人をどう救うのか、そして数百人いると言われる北朝鮮の拉致被害者をどうするのか、こういう議論を本来すべきなんですね。まあ、ミサイルも大事ですけど、まあ、そこを知っていただきたいなと思います。ただその朝鮮半島のことよりさらに問題点がありまして、はい、次行ってください。中国、これサラミスライス戦略、時間の関係もあるので、あれですけど、まあ、要は戦わずして勝つ、
これが一番中国がやりたい南シナ海、尖閣の問題もそうですけど、まあ、そういう作戦です。はい、次。これを見たら分かるんですが、これは平成28年度、去年まで出てます。1年間のスクランブルによる航空自衛隊の発進回数です。去年が1168回。ありがとうございます。中山京子代表、ありがとうございます。スクランブルだけ見てもですね、その前の平成27年575回、もう、ね、1年間で倍増してるんです。で、ここにちょっと小さく書いてありますけど、1168回のうちの 73% は相手が中国です。ロシアは 26%、 その他 1%、 まあ台湾とかもありますけど、ほとんど中国なんです。この増えたものはもう全部と言ってもいいです。で、次、さっきも言ったサラミスライス戦略、戦わずして、要は既成事実化していく方法、これは南シナ海でも実際に中国がやった基本戦略なんですが、まずは量、漁船です。量を装って始めます。で、それから海底の調査と行って、そこを自分の領土領海化していきます。漁船が出れば彼らを何かあった時から守るため、事故の救難という名の名目で、日本でいう海上保安庁、中国でいう海警と呼ばれる、船を出すことができますから、基本は漁船から行きます。ただこの漁船のこの隊列を見ていただくと分かるんですけど、漁船というのは普通親方が船長を持っているんですね。一隻単位で行動します。こんなね、隊列を組んでやるなんて、明らかに訓練された人たちです、はい、漁船であって漁船ではないんですね。武装工作員だと思います。で、漁を装い、漁を狙い、漁とする、それを良しとする、まあ、これが中国の基本の戦略です。で、この東シナ海のガス田で海底調査をします。ここは非常に海底資源が豊富なので中国が出てきたっていう論調はありますが、半分当たってますが半分当たっていません。というのが、すでに日本の領 EEZ の中にまでこういうのができてるんですね。調査というかね、これ海の上ですよ。でもヘリポートまであるって、これ丸してます。これ何か分かります？レーダーです。要は今まではこの地上のレーダーでしかここら辺を監視できなかったんです。そうするとこの辺までしか見えなかったんです。ここにレーダーを作ることでこの辺まで見えるようになったんですね。これが今大きく変わったところです。これ東シナ海です。我が国の領海のこの話です。はい、次いきます。それとこれはあんまりニュースにならなかった、山陽新聞さんも頑張っていただきたいと思います。中国は尖閣での法執行をちょっと言います。尖閣諸島は日本古来の領土だと日本人は思っています。中国人は中国の自分たちの革新的利益だと言っています。領土という言葉ではないです。革新的な利益だと。革新的利益というか、血を流しても守るべき場所だということを言っているんですね。そしてよく、日本の安倍総理も含め、アメリカの新しい大統領から一番初めに聞きます、ね、尖閣は日米安保の対象か否か、こういう話をするんですけど、尖閣は日本の領土であるとはアメリカ政府は戦後一度も言ったことがありません。日本の施政下にある、だから日米安保の対象だという言い方。施政下っていうのはここにまさにあります。法執行管理ができている。中国はついに尖閣の法執行を始めました。ちなみに中国では尖閣の天気予報も流しています。日本の気象庁が、日本の天気予報では沖縄はありますけど尖閣の天気ってないですよね。天気
雪予報って、洗濯だけのためではなくて、漁業をする人が漁に出れるかどうか、だから波の高さはいくらかまでやるわけですけど、尖閣諸島っていうのは沖縄の、石垣とかですね、まあ、石垣は特にマグロを取りに行ったりとかも含めて非常に有料な漁場でして、今全然そこに行けなくなってます。実際に向こうの漁師の人たちと話をしましたけども、あそこに行けなくなって要は、まあ、会社で売り上げが非常に下がっているということです。で、中国は法執行してる、まあ、日本ももちろん、海上保安庁の人がやって当然やってるんですけど、もう今漁業もできなくなった。法執行は中国は始めた、天気予報もやってる、天気予報をぜひやってほしいという国会質疑を、これももう4年ぐらいですね、前からやってますけど、まだなかなか実現してませんが、2014年の終わりの衆議院選挙の時の自民党の公約数を今日自民党の先生方も、来ていただいてますけども、覚えてられる方はよく見ていただくと、尖閣に公務員を常駐させる、それからそういう施設を作る声が入っている。ぜひとも一日も早く実現していただきたいと思います。人が住ん、公務員が住んでいるということは我が国の領土である、施政下にある、法執行されている、我が国の法の適用範囲内だということを国際的にも示すことになりますし、そこに対して中国が何かしてくれば、それは当然侵略だというふうになります。日本がやらなきゃ前に、いきなり向こうがやった場合は、こっちはもちろん日本のもんだって言いますけど、向こうはいや、うちが先に住んでるじゃんという話になる。これ非常に危ないニュースです。ぜひとも気をつけた方がいいと思います。はい、次です。で、南シナ海がどうなったかというと、まあ、サンゴ礁ですね。これ島じゃないんですよ。サンゴ礁を埋め立ててこんなになっちゃったんです。3000メートルの滑走路、もうこんだけ建物を建てて、これ港もできています、ね、これベトナムと領有権もやってたところですけど、青沙諸島って言われますよね。3000メートル滑走路がついてます。で、その周りにはこれ対空ミサイルとかね、対艦ミサイルとか、空母キラーと呼ばれるものとかですね、これはまあ対空ミサイルですけど、こういうものを置いてるんですね。で、この置いてあるところは埋め立て地の住宅地のところにあります。なぜかというと、これを破壊した瞬間に民間人を殺されるっていう形を作るために、政治的にヒューマンシールドという作戦です、こう非戦闘員が多数居住する地に展開する移動式ミサイル。で、移動式なので固定、ずっとそこにあるわけじゃないので狙われにくいっていうメリットもあります。はい、次です。で、よくですね、エアシーバトルとか言葉をなんとなくニュースとか、解説で聞いたことがある A2AD 戦略で、これはアメリカ軍がやってるように思いますけど、実は中国も同じことをやってます。で、南シナ海と東シナ海の2つの問題がありますけど、南と東では実は中国目的が違うんですね。なんかただ単に拡大してるんですけど、実はそうじゃない。南シナ海は近海防御、世界地図をひっくり返して中国側から見てもらうと分かるんですけど、自分の目の前の海を防御しようとすると、あの中国の赤い舌って言われるこんなベローンとなった南シナ海の形が出てくるんですね。そこを確保したい。なぜ確保したいかっていうと、物流のルートを確実にしたいわけです。要は海上封鎖を行われないようにしたい、そういう圧力をかけないわけでしょう。で、なんでそういうことをしてるかっていうと、アメリカは戦略を作るシンクタンクっていうですね、軍の戦略まで立案する民間の、機関があるんですけど、そこにちゃんと載ってます。中国とまともに戦うと大変なことになると。海上封鎖をすることによって経済的ダメージを与えること、それが一番効果があるだろうというのレポートとか論文が出てるわけですね。そうすると中国は、ああそうですか、じゃあ海上封鎖大変ですねじゃなくて、どうやって自分の国の海上を守るかっていう考え方になると、さっきのように南シナ海の展開が出てくるわけです。
で、尖閣を含む東シナ海はどうかというと、アメリカに出てこられると困るから、あそこまでを塞ぐがアメリカはもうその中に入ってこれないねと。でも逆に言えば自分たちが太平洋に出ていくルートでもある。だからあの島が欲しいとか海底資源が欲しいっていうのももちろんあるんですけど、一番のメインはアメリカに対する抑止力と実行力を持つために尖閣欲しいんです。だからあんだけのことをやってくるわけです。次です。北朝鮮のミサイルが4発同時に飛んだって、あ怖いって言ってますけど、ある意味北朝鮮もかわいそうなんです。自分の国の国土がちっちゃいじゃないですか。朝鮮半島のこれだけしかないわけですから、長距離のミサイル飛ばせば当然海に行きますわね。あんな数のミサイル発射じゃなくて、中国っていう国ははるかに毎日のようにいろんなミサイル撃ってますよ。核実験もやってますし、もう今から15分以内に中国が発射可能な弾道ミサイルは100発以上、長距離でやっても1000発即ボタン一つで飛ばせる状況に常になってるって言われてます。北朝鮮の比じゃないんです。桁が違うんです。で、次。じゃあその中国が、1000機以上の長距離巡航ミサイルを日本のどこに照準を、もうこれ日本に届くとかっていうレベルじゃないですか。日本のどこを狙ってるかってもう分かってるんですよ。これだけ狙ってます。ボタン一つ習近平さんがやれと言えばすぐできる、ね、金正恩とどっちが怖いかって話結構もう。ちなみに昨日か今日か発表になったと思うんですけど、テレビのコマーシャルでミサイルが飛んできた時に国民はどうするべきかっていうコマーシャルがね、テレビで政府広報で出るようです。みんなその話を聞くと北朝鮮北朝鮮と思いますけど、実は射程に入っているのは圧倒的に中国の方が多いですから、この事実は知っておいてください。はい、次。で、ミサイルで一番怖いのは核ミサイルだと言われます。私はあの広島生まれの広島育ち、亡くなった父親も亡くなった祖母も被爆者で、私は同期の被爆2世でございます。原爆の恐ろしさは本当によく知ってますけども、実は原爆っていうのは熱風と高温で光で、あと放射能、ね、体が皮膚がアップなったり、まあ、一番ひどいのはこう影しか残んなかったりとかありますけど、実はもっと怖いものがあるんです。はい、続いてください。これは、広島の原爆が地面で爆発したんじゃなくて、高度600メートルぐらいの高さで実は爆発してるんですよね。で、高いところで爆発した方が効果が出るんです。普通の爆弾は着弾して爆発しますけど、核ミサイルっていうのは核爆弾っていうのは高いところで爆発します。でそれをさらに高いところで爆発させたらどうなるかっていうとですね、実は放射能とか黒い雨とか熱風とかではなくて、一発の核爆弾がはるか高さで爆発すると、実はインフラの破壊をする電磁パルスという電磁波を起こします。これするとどうなるかっていうと、全ての電気製品、車であろうと例えばこのパソコンであろうとコードとかあるじゃないですか、基板とか、そこに雷が落ちたのと同じ状況になるわけです。全てが破壊されます。その日から電話はもちろん、電気が使えない、車は動かないってことは物を運べない。今の中でそのインフラと通信全てが破壊されるってことは、警察も動けません、自衛隊も動けません、消防も動けません。アメリカの学者が言うには、アメリカ上空でこの電磁パルス核爆発を起こされると、アメリカ国民の9割が餓死する、もしくは騒乱にあって殺されるって言われています。実は核兵器の怖さは熱風と放射能だけであって、高高度で行うと電磁パルスです。これは理論的にはもう多分核を持っているところはどこでもできると思います。要は高いところで爆発させるだけのことです。次行ってください。で、これは広域大停電をどういうふうに発生させるかっていうイメージ図ですね。まあ、あくまでイメージですけど、まあ、こういうふうに全てのものが止まりますから、全てが止まります。
はい、発電施設、スマホ、パソコン、次々に破壊、ね、地上 400km とか 500km ぐらいでやると、まあ、大体そういう感じになっちゃうわけです。まあ、さっきのパッツリアがはるかに届く前の高さですね。それぐらいの高さの時にもうこういうふうになってしまうということです。はい、次です。でこれはアメリカの大陸の中心部ぐらいで、400キロから30キロぐらいの高さ、どの高さでやるとどれぐらい電磁パルスの影響を受けるかっていうので、高さ30キロぐらいの高さで影響半径が600キロ、400キロの高さだと2200キロでほぼアメリカ全土たった一発でなっちゃうんです。はい、これが一番怖いですよ。アメリカは核ミサイルの放射能と破壊力が怖いんではなくて、こういうのも怖いです。で日本はどうするかっていうと、朝鮮半島有事はもちろん目の前に迫った脅威ですから、これに備えつつも中国を忘れちゃいけないよと、あとはロシアの存在、ロシアの存在で、朝鮮半島においては日本人の救出と難民対策をどうするのかという問題を忘れている。特にこれは日本政府というよりは特に難民の場合ですね。例えば福岡、もし中国地方だと島根県とか鳥取県とかもそうですけど、各自治体レベルに落とし込んでないとまず対応不能です。国と自衛隊だけでやろうなんてとてもできるわけないですね。その何万人単位で起こった場合、これ本当に各自治体単位でどうするかということを考えないといけない。はい、次です。そろそろ時間となってきましたので、時間の限界が専守防衛の限界というわけではないんですけど、先ほど、まあ、今日憲法の、テーマをやってますけども、安倍総理が言われた憲法9条の2を作るとか3項を作るとかっていう話の中で、自衛隊を自国防衛のために置くということと、専守防衛のために必要最小限度の、まあ、軍事力というか防衛力を持つという書き方をするっていうのがあるんですけど、もうこの専守防衛っていう発想自体がですね、もう今の時代の兵器は絶対無理です。絶対無理です。さっきの高高度の電磁パルス爆弾、ミサイル一発やられた後にどうやって防衛するんですか。まあ、ピストルは多分電線が入ってないんで撃てると思いますけど、まあ、それ以外何もないんです。基本的にやられる前に、相手がやろうとしてからやられる前に手を打たなければ絶対に国民を守ることはできません、やられた後では。それともう一つ言えば、攻撃をできない国っていうのは相手国の脅威にならないんです。いいですか。相手国が脅威と感じるから相手国は手を出すのをやめるんです。なぜアメリカはイラクを攻撃したか。イラクはイラク国内では反撃できるけども、直接アメリカに対する攻撃はできませんでした。距離もあるし空爆はできない、ミサイルもなかったわけですから、直接攻撃ができる可能性、今の北朝鮮のミサイルが直接アメリカ本土に届くとは僕もまだ思いませんが、何年か後には分かりません。でもその可能性が 1% でもあるとなかなか手は出せないわけです。そう簡単にはできないわけです。中国とアメリカが、ロシアもそうですが、いろんなところで、小競り合いというか牽制をし合ってますけど、大きな戦争、直接的なぶつかり合いにならない理由は相手国が攻撃ができる国だからです。総力を挙げてどっちが強いかじゃないんです。その場の局面だけ見ても、攻撃できるかできないかで相手国が脅威と感じるか感じないかがあります。アメリカの大学生の青年が残念ながらお亡くなりになりましたけども、アメリカは取り返してます。日本で拉致被害者、中野京子先生が、おられるときに5人帰って以来1人も帰っていません。この差は何でしょうか。北朝鮮から見たときに日本は攻撃できないわけです。怖くないです、全く。だから舐められ続けるわけです。その攻撃っていうのは侵略という意味ではないです。だからその、この力を
まあ、よく打撃力と言いますけども、持たないと、この専守防衛という言葉を憲法に書き込むのは僕は非常に危険だと思います。未来にわたって、敵地攻撃能力を持たないということは、ますます国を守れなくなる可能性があるので、はい、ちょっとパパッと言ってください。あ、ちょっとここだけ、あ、この次、1個前、あ、これ。あの集団的自衛権という言葉は世界中に存在しません。世界中、これだけ覚えておくと、世界標準の、言葉は共同防衛、コモンディフェンスと言います。コモンディフェンス、一緒に防衛するよって言います。あの集団的自衛権とか個別的自衛権というのは、当時自衛隊を朝鮮戦争の後に配備したりとか、憲法違反じゃないかという時の政府の答弁として、作られてきたものです。あの靖国神社の公的参拝と私的参拝ってあるんですよ。それと同じようなものです。で、現実的にはこの共同防衛という形が世界の常識であり、国際連合というのは基本的にこの共同防衛によってできます。日米安保条約というのは日本とアメリカの基本は本来共同防衛なんですよ。まあ、そういう意味では今多少、以前より良くなっていると思います。だからこの個別は合憲、集団は憲法違反というね、不審な論調ですけど、日本は、巻き込まれるんじゃなくて共同防衛です、はい、これ資料なんで見といてください。何かあったらアメリカ軍が来てくれるんじゃないかってなりますけど、日米安保で自動的にアメリカが反撃してくるなんていうのは絶対にありませんから、絶対にありません。米軍が投入するまでに必要なステップがあります。で、これ全部読むと時間ないんであれですけど、これでできるのもたった、長くて半年です。最終的にはアメリカの世論の支持を得てアメリカの議会を通らないとできません。これ一番だけは、外的に自衛隊が防衛線を実施して苦境に陥る、これがない限り米軍は出てきません。自衛隊が出てもうダメかなっていう時に初めて、日米安保はそういうものです、はい、これまあ今やること、さっき、電磁パルスが非常に怖いっていう話をしたんですけど、実はもう世界の先進国、日本の防衛省もやってるんです。 EMP だ、電磁パルスミサイルっていうのはですね、核兵器じゃなくて電磁パルスを発生して、要は人、あれ人体には全く影響ありませんから、人間を一人も壊さずに相手の戦力を打撃するっていう新しいタイプの EMP なんていうのです。研究してます。それからピストルの弾でピストルの弾を撃ち落とすようなミサイル防衛ではなくて、レーザー光線。レーザー光線は光ですから、1秒間に地球を7周半のスピードしますから、レーザー光線からしてみれば弾道ミサイルなんて小学生が自転車で走ってるわけです。もう手で出して取れるぐらいのスピードで行きます。でレーザーはミサイルと違って、ミサイルで一発撃つと何億円が塵となるんですけど、電気しかありませんから。あとはレールガン、これは火薬を使わずに、簡単に言うとですね、リニアモーターカーって何で走ってるかって、磁力で浮いてるんですね。磁力で浮いてて、その磁力の反動を利用するから速いスピードが、まあ、簡単に出るんですけど、それを兵器にしたものだと思う。このレールガンには日本の、特許も使われています。これがゲームチェンジャーっていうのをするんですけど、もう弾道ミサイルに対して迎撃ミサイルで撃ち落とすような相手の土俵で同じ勝負をするのはもうやめましょうと。さらに先進技術分野でそれを上回るもの、もっと言えば実態で影響なく無効にできるものとかを使えばですね、日本の技術で今どれも開発、もちろん米軍もやってますけど、これをやらないといけないっていうのと、あとさっきの EMP でビビッときた人もいると思うんです。同じことが実はサイバー上でできます。通信を使ってですね、全てを無力化すること。水道をひねっても水が出ない。下水があふれかえるっていう状況をサイバー攻撃で作ることができます。裁判に対する対策もかなり急がれる。で、憲法9条を変えないと日本を守れないっていう意見はありますが、それは間違いです。日本は守れます。ただし、総理が決断して閣議決定ができる、武力攻撃事態と及び存立危機事態の認定、これをできるかどうかだけです。
なんていうか総理が武力攻撃事態もしくは存立危機事態だと認定し閣議決定をすれば自衛隊は普通に撃たれるまでに撃たれればいいと打ち返せないとかよく言いますけどそんなことないです。この閣議決定さえすれば、まあ、今その装備があることを別にしてやります、やります。総理が決断できるかどうかかかっているというところです。はい、まあ、自衛隊の課題を書いてますね。あの軍事技術の問題とか、あと軍事社会学、これが日本にはほぼありません。これ覚えておいてください。自衛隊の人が死んだらどうするかだけじゃなくて、自衛隊員が戦闘になると相手を殺すわけです。で仲間も死にます。巻き込まれる一般市民もゼロじゃないです。その人たちの心のケアをどうするのか、じゃあ手足が取れた人の社会復帰リハビリはどうするのか、 PTSD に対する治療をどうするのか、取り巻く人間関係、それで離婚して家族が崩壊したらどうするのか、こういう軍事社会学、その軍事に起こった影響、社会の影響予測も含めた研究が日本には本当にありませんし、本来これは大学とか大学院で専門の先生とかがいてやるべきことだと思います。でこれがないのにいくらミサイルを作ったりイージス艦を作ったり護衛艦や戦車を作ったってあと大変ですよ本当に。やるんなら全部ちゃんとやらないと、国会では、戦争になるとかならないとかそういう議論しかしてませんが、法令と関連論だけではなくて実際に具体的に何が必要かということを、もっと議論をしていただきたいなと思います。はい、では国民が現実を知っていることを、もう次見てください。で最後はその自主憲法、そもそもこの9条の、1項2項はなぜこういうふうになったかっていうと、日本国軍の当時の大日本帝国陸軍中心に終戦時に800万人の兵隊さんがいたわけです。まあ、近所の金物屋さんからパン屋さんまで全部兵隊だったわけですから、800万人の兵隊が武器を持ってたわけです。その武装解除をするために天皇陛下を利用したわけです。だってもともと連合国が殺そうと思ってたんですから、殺すと武装解除ができないから陛下に身元の礼を出させることによって武装解除して、それでできたのがこの日本国憲法という名のものができたわけです。この前文が平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼し、我が国の安全と生存を預けた、委ねた、まあ、こういった文章がある限りはこの憲法9条の文章になっちゃうわけです。だから変えるんなら前文も変えないと絶対ダメなんです。問題は陸海空軍その他の戦力を持たない、これを残したままここに自衛隊を記載するということは、今までグレーゾーンという法解釈の名のもとにやれていたものが軍ではないっていうことを認めることになるんです。自衛隊は軍じゃない、じゃあなんでそれを書くのに警察のことは書かないんだ、消防は書かないんだ、海上保安庁は書かないんだっていう話になります。だから本当は安易に総理の進めたい気持ちは非常に理解できますし、9条に踏み込んだってことは歴史的に素晴らしい、歴代なかった総理の英断だと思います。ただやはり憲法というのは、必要なものは必要だということを誰かが言い続けなければならないというところで、現実の政治政局とは別に我が党が日本国憲法草案を出して総理に渡して官房長官に渡して自民党の幹事長にお渡ししたっていうのはそういう意味からです。本来核あるべしということをやっぱりきちんと学者の有識者の皆さんの声を揃えて出したかったということです。今の現状で、今日お話した中で、北朝鮮も怖いけど実は中国が一番怖いよと、彼らいろいろもうすでにやってるよと、でアメリカは日本のために日本海に空母を送ったんじゃないよということと、日米安保があるから日本は大丈夫というのは大間違いですよということ、それから憲法はやっぱり内部も含めて9条を変えるんだったら自衛隊をきちんと、防衛軍としてですね、自国の軍として明記する必要があるんだということをご理解いただければ幸いでございます。ちょっと時間過ぎましたけどすいません、正直ありがとうございます。
先生、熱い講義ありがとうございました。すみません、皆様、ちょっと時間が過ぎてしまいまして大変申し訳ございません。ちょっと時間も過ぎましたので、質疑応答の方はちょっと端折らせていただきたいと思います。申し訳ございません。あ、そうですね、懇親会で、懇親会なんですが、参加表明してくださっている方、またチラシ後ろにございますので持って行っていただいて、あとですね、6名ほどまだ余席ございますので、懇親会の参加希望される方は後ろに受付にございますスタッフの方に早いもの順で6名様限定になってしまいますが、どうかこぞって参加の方よろしくお願いいたします。本日は、それとですね、私ちょっと皆様にお会いして緊張してしまって国歌斉唱を忘れておりました。大変申し訳ございませんでした。皆様、心の中で君が代をどうか歌って帰ってください。申し訳ございませんでした。今日は本当にありがとうございました。すいません、事務局から一言だけ御礼申し上げます。本日は本当にお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございました。大変お忙しい中、岡山県議の畑先生、それから岡山市議の山田先生、和気先生、そして、呉市議会議員の沖田先生にもご参加をいただきまして、小林先生もお越しいただきまして、本当にお忙しい中わざわざいただきましてありがとうございます。皆様も本当にたくさんお越しいただきまして誠にありがとうございました。すいません、それともう一個連絡忘れておりました。皆様、今日お配りさせていただいた資料の中にですね、拉致被害の署名の用紙が入っておりますので、またこちらの方ご協力いただけたらと思います。岡山は、瀬戸内潮風の会、藤井さんがいつも中心になって岡山市のあたりで拉致被害の凱旋などをしてくださってますので、またそちらの方を見かけたら署名の方もしていただけたらと思います。ありがとうございました。